とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も地球防衛軍やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今ね、クエストをどんどんクリアしていって、最大難易度まで上げようとね、頑張ってます。今、ハーディストの、40話かな、ここが。40なので、まあ、あと残り20。ちょっと気合い入れていきます。まあ、できれば、もうちょっと早く行きたかったんだけども、ちょっとね、時間がかかってるかな。マルチで見てみると、もう結構最大の難易度でやってる人が多いんで、まあ、今日中にはね、そこまで行きたいところです。で、俺ね、これエイムが、下手なのよ。エイムが。エイムが下手なんで、基本的にはね、ミサイルとか、まあ、自動でね、エイムしてくれるやつを多めに使ってるんで、ちょっとマルチでは迷惑かけやすいかな。もうちょっとね、うまく立ち回りたいんだけど、上手い人はさ、アサルトとかでガシガシいけるでしょ。俺多分ね、それ無理なのよね。まあ練習すればね、チッとはいけるだろうけど、ちょっと今の状態では、厳しいかな。まあとりあえず、最大難易度にして、最強武器とか、そういうのを早く集めていきたい、ところです。そういう動画をね、主に出していくんで、お願いします。おっと、危ない！危ないね。あ、ここはちょっと武器があんま良くなかったかな。こういうやつを倒すときには、ちょっと、高火力のミサイルとかを持ってきた方が、やりやすいよね。ちょっと、雑魚戦用の感じで来てるんで、時間がかかるかもしんないね。で、俺の構成は、HP 高めのやつを、重装兵を2体入れて、で、あと機動力が高いジェットリフターとかを、2人かな ?22 できてます。上手い人はさ、多分、重装のやつとか入れないんだろうね。立ち回りが上手い人はさ、俺はどうしてもないと死んじゃうのよ。本当に。囲まれた時とかに本当に弱いから。ダメなんだよね。囲まれた時、上手い人はさ、なんか、こう、建物とかをうまく使って、回避したりするんだろうけど、そこまで俺ね、まだ、上手くない。ちょっと練習していこう。まあ、マルチの時に、あまり迷惑をかけないような、立ち回りに、していきます。頑張ります。となるとあれだよね。あんまり、こう、爆発しないような、武器がいいんだよな。爆発するとやっぱ周り巻き込んじゃうし、最大難易度のやつって、ダメージ結構受けるでしょ。100% でしょ受けるのって。それやばいよね。俺のせいで全滅とかだったら、ほんと申し訳ないから、そこはちょっと気をつけて動かないとね。あと、宇宙船があと1体いるか？はいはいはい。爆破の範囲が10以下ぐらいのやつを使えるようにちょっと練習していきます。できれば歩兵をうまく使えるようにしていければいいけどね。まあ俺の腕じゃまだまだ死にまくってね。超迷惑かけちゃう。よし。でも武器次第だと思うんだよね、結構。このゲームは。武器次第で、なんか、もっと俺も、輝く場所がありそうな気がする。よっしゃー、落ちたー。あと少し。とりあえずブラザーを、助けていきます。ブラザー残り
多分出てないのがあと20体ぐらいじゃないかな。ある程度もう出してるんで多分残り20体、うん、で武器はまだまだってところかな。まあもちろんレベル4のやつはまだ出ないし、まあ出たとしても集めるのが相当かかりそう。もうやり込み度マックスだね、本当に。全部を集める気でいるんで、まあそこまでは時間がかかりそうだ。でもやり込みがいはある。なので基本的に動画ではなんだろう、俺の腕はね大したことないんで、最強装備はこれだよっていうのを紹介していこうと思ってます。ジェットリフターもあれだもんね、ピンキリだもんね。動きがめちゃくちゃいいやつもいれば意外と動けないやつもおるからね。よし、これでブラザーはここは全員滑る滑る、まあ、これ地上で速いやつは飛ばなくてもスイーと言った方がいいんだろうね。なんかどうしても飛んじゃう、このドムみたいなやつが使いやすい人もいるのではないかな。ここがいた、よっしゃ。多分このキャラが俺の中では一番火力が高いからこれで落とします。はい、オッケー。必殺技重視で選んでる人とかもやっぱいるんだろうね。俺はなんか動き重視で今のところ言ってるけど、どうだろう。あれ、増援来たか。あ、でも大丈夫。増援のこの大きいやつにはこのね爆弾が本当に使える。大好きやね、この地雷は。すっげえ強くないですか。巨大な敵はね基本これ一本でいくようにやってるかな。あー、でもこいつ当てにくいな。あ、でも当たった。 OK、 当てにく。よっしゃ、いった。あ、あー、こいつはそうか、爆発するんか。ちょいちょいちょい、やば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 い。あー、でも大丈夫、倒せるね。必殺技も使っていこう。必殺技の構成もちょっと考えないとな。あー、ちょっとそこら辺はまだ全然なんで考えていこう。えよ、やばい、しゃあ終わりだ。倒したかなこれで。まだ結構多くない、ここ。おい、お前か。ちょっと待って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 、回復させて。俺の爆弾を食らえ。でかいやつはほんとこれ一本でいける。いや、ここ多いな、敵多い。ある程度集まってくれるからこういう感じでいきます。しゃあ、なかなか厳しいな。多分最大の難易度になるともっとだろうね、とんでもなく難しくなるんだろうな。もう今でも結構ヒーヒーなんだけどね。でもその頃にはもうちょっと HP も上がってるだろうし、うん、順番を踏んでいけばなんとかなるんじゃないこのゲーム。うん、うまい人は本当とことんうまいゲームなんだろうけどね、こういう系は。じゃあ終わり。でかいのはあらかたやっつけたね。じゃあ、あとはちっちゃいやつをちょっと処理していこう。じゃあエイムうまかったらこれ気持ちいいだろうな。ビシビシいきたい、アサルトで。あれ、よし。でも楽なのよね、ミサイルって何もしなくていいもん。ただ避けながら撃ってるだけで勝てるっていうので
めちゃくちゃいい。ただこの爆発でね、仲間がやられちゃうんで、マルチではちょっと気をつけないといけないかな。はい、まあ、とりあえず、今最大難易度にしようとクエストをこなしていってます。今日中にはなんとかね、そこまで行きそうなので、今日中に頑張ります。ではね、基本的には武器紹介なんかやっていくので、チェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。